養豚校のみんな、卒業おめでとう。俺が卒業して結構経つけど、まあ、先輩から言わせてもらうと、最後の日、すっげえ給食がうまかった日があったんだよね。その日の給食が、すっげえうめえビーフシチューで、俺も養豚校に来たからにはやっぱり、養豚なんねえとなって思ったんだけど。でもお前らみたいにかっこよくないからさ、忘れもしねえよ。俺の女が、俺の女が紐に巻かれてあいつに食われて、あいつ夢だったんだよ。CM 出るの夢だったんだけどよ。こんな形で CM 出るなんてよ。あの時俺は誓ったんだよ。もうあいつらの餌食にはならねえって誓ったんだよ。だから俺は、すげえかっけえ先輩でもねえし、すげえかっけえ養豚生でもねえ。でもな、これだけは言えんだよ。おめえらポリシー持って養豚生やってんだよな。あんなでっけえかちっちゃえかわかんねえ葉っぱにくるまれる人生送ってんだよな。俺はあの葉っぱとも銀の鉄格子とも仲良くなりたくなかったからしゃがれたけど、お前らには立派に育ってほしい。俺は結構いい育ちしたよ。あの黒トリュフかなんか食わしてもらって、すげえいい飯食わしてもらったけどよ。ケロよ。いい飯食ったからって俺がいい飯になるとは限らねえじゃん。まあ養豚卒の俺から言わしてもらえる言葉はそんくらいです。でも俺にとって養豚校はすげえ青春の場でした。みんな卒業おめでとう。そしていい肉になってくれ。